こんにちは、アナキャンです。今日はですね、キャンピングカーの洗車をやってみたいと思います。で、洗車するところはですね、我が家にも駐車場はあるんですけども、屋根がついてまして、この車は3メーターぐらいあるもんですからね、入らないんですよね。で、ガソリンスタンドとかいろいろ聞きましたけども、拒否されますね。そこで、今日は木曽川のですね、河川敷に来ていまして、ここでやってみたいと思います。道具を紹介しますと、これが高圧洗浄機です。ジャプゴールと読むのでしょうか。消費電力の1200ワットの使用です。というのも、今回使用する電源が、ポータブル電源エコフローで1600ワット以下を探していました。また、この高圧洗浄機は最大排出圧力は9メガパスカルです。こんな感じですね。で、ケルヒャーにも劣らないと思います。それからですね、ほとんどがですね、水垢なんですね。ご覧のようにですね、水垢で結構汚いですよね。で、いつもはですね、これをここにありますような、フクピカクレンジングシートで車体を拭き上げるんですけども、結構力がいるんですよ。で、今回はですね、水垢スポットクリーナーというのを購入しました。これを一度検証してみたいと思います。肝心の水源はですね、トランクルームの後ろに50リッターのポリタンクを積んでおります。まあ、これは通常ですね、シャワーに使っています。その前に見えるのは温水器です。カセットガスで動きます。機会があればまたの機会に説明したいと思います。それではですね、一度ざっと高圧洗浄機で水洗いをします。窓から下の部分は水洗車だけでも結構きれいになりましたですね。ただ、上の方の白い部分ですね。ここが前からやっぱり汚れが目立つんですよね。で、今回は水垢スポットクリーナーという、ちょっとこれを使ってみたいと思います。きれいに取れましたね。左側のところに少し汚れがひどいようですので、ここをフクピカで拭いてみることにします。強く拭きますと結構労力いりますね。ただきれいにはなります。それでは他のところも洗車していきます。
構文も結構汚いですね。泥を落とします。天井のソーラーパネルは今回脚立が足りなかったので良しとしました。今日はですね、リンレイの水垢スポットクリーナーと福ピカでやったわけですけども、水垢スポットクリーナーは非常によく落ちました。で、これとブラシでやれば、まあほぼ水垢は落ちると思います。そして福ピカはですね、まあゴムパッキンのところとかそういうところをがきれいに落ちるので、それをやっぱり必要だと思いました。今日は河川敷を利用して洗車をしたわけですけども、何か参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。花キャンでした。